ハノマーグ製蒸気機関車の製造名板ハノマーグ1.5リッターレコルテハノマーグヘンシェル F65 ハノマーグブルドーザーハノーファーシェマシネンバウトはドイツのニーダーザク選手ハノーファーにある蒸気機関車トラクター軍用車両製造会社であるしばしばハノマーグもしくはハノマークと略称される第一次世界大戦前にルーマニアやブルガリアへ最初に 蒸気機関車の大量の輸出を行った。会社の歴史は1835年、ゲオルク・エジェスターフがエーセン、ギエッセレーンとマシーンナンファブリック・ハノーバーと呼ばれる小型の蒸気機関を製造する会社を創業した時に遡る。彼らは、間もなく農業機械を製造し、1846年には最初の蒸気機関車をハノーファー州鉄道向けに製造した。 1870年に500両生産。1871年には、社名を、ハノバー社マスクナンバーをエイジに変えた。1905年には陸軍向けに、蒸気自動車を受注した。1912年、ガソリンエンジン車の生産に乗り出し、農業トラクターに搭載した。1920年代、蒸気自動車の市場が頭打ちになるとハノマーグは、 より経済的な自動車に活路を見出した。1925年、彼らは、ハノマグに10、A370kg の2座席のオープンカーで、リアマウントの 500cc 単気筒水冷式エンジンを搭載した自動車を開発した。ズバイジッツァー・リームジンと会社によって名付けられ、前と後ろにニックネームコミスプロットと書かれた。 全部で15,775台生産されたが、会社に大きな利益はもたらさなかった。1920年代末には、鉄道機関車部門をカッセルのヘンシェルへ売却した。第二次世界大戦開戦前から終戦までは、各種のハーフトラックなど軍用車両を大量生産した。1952年に、ラインシュタールグループに買収された。 1969年に商用車部門はヘンシェルの同部門と合併しハノマーグヘンシェル自動車製作所が誕生した新しい会社の本社は従来のハノマーグ本社のあったハノーファーに置かれたダイムラー・ベンツはまずこの会社の株式の半分を取得し1970年にはさらに残り半分を買収したそれ以来メルセデス・ベンツのディーゼルエンジンが ハノマーグヘンシェルの車両に搭載されるようになった。ハノマーグヘンシェルのブランドは1974年まで使われた後、ダイムラーベンツに置き換えられた。1989年、日本の小松製作所がハノマーグ社に資本参加。2002年には完全子会社化し、小松ドイツ有限会社となった。ありがとうございます。